ああ、DVD 見ようと思ってね、電池セットしようと思ったら、電池がなかったの。私、電池ね、送ってもらったつもりでいて、すごい勘違いでした。Amazon ギフト届いた、ありがとう、単三電池って言っておいてね、開けてみたら単二だったのよね。送ってくださった方も、あ、単三送ってないって思ったと思う。私これね、勘違いでしたね。完全に自分が欲しいものを見てしまったっていうのもありますね。あとさ、久しくね、このね、Amazon の乾電池を見ていなくて、最近こっちのモノタロウのね、電池ばっかり見てたので、もうそもそもね、わかなくなってた。それとね、実際単三電池もね、届いてるんですよ。Amazon ギフトじゃないんだけど、これね、充電タイプの単三電池のリチウム電池ですかね。リチウム、なんだっけ。リチウムだかわかんないけど、充電タイプのやつですね。これ、黒羽さんが、支援してくださいました、また。電池あんまりにも消費量が激しいので、黒羽さんも支援するにあたってね、使い捨てはもう半端ないから、繰り返し使える方が経済的であるっていうのもあって、なんとかね、こっち使いたかったんですね、ずっと。充電式の電池ですよね。でも、このお家、ようやくそれができるような環境が作れました。電気回線をこの母屋のお家とまた別に外側で、浄化槽のブロワーを動かすために別回線で電気を引いてるんですね。本当契約者も違う形で別々で外とこのお家とで電気を通したので、このお家でずっとね、このコンセント挿して、電気を通していなくても済む。つまり電磁波の影響を受けずに済むという環境が作れているので、そろそろ外でね、充電するっていうのをできるであろうということで、これちょっと試してみたいと思います。で、前までね、この DVD を見るっていうのもですね、返却するのに、返却期限があるんですよね。で、それがやはり、自分からポストに出しに行くことができないので、自分家に何かお便りが届いたら、そこから持って行ってもらうようにして、で、早く見ないとね、で、早くそのポストに入れておかないと、いつお便りが来るかもわからないから、返却期限を過ぎたことが2回ほどあって、それもね、またかなり経済的ロスですよね。10日ぐらい、ああ、持って行ってもらえないっていう日がこう続いたこととかあってね。そういうわけで、私も早く見切りたいし、そのために電池も早く調達したかったんだよね。それもあって、ね、単三電池が今なくなっちゃったので、早く充電しなきゃっていう今状態です。っていうのも充電初めてなんです、これ。 これね、初めて開封して、まあ、最近のことだったんでね、初めて充電してみます。何時間必要かわからないんだけれどね。電池はこんな風にパッケージになってて、1回につき8本消費するんですね、1本 DVD 見るのに。なので、これだけこういっぺんにこう充電できるタイプのものを探していただきました。では、日よけのね、帽子も今かぶって外に行く準備万端です。初めてやってみますね。はい、充電しに行きます。母屋から離れて、あの小屋、小屋の小屋 こっちにね、フロアを電磁波から守るためという、あ、フロアを守るんじゃないな。はい、これはブロワーの小屋です。これを充電するためにここに来ましたよ。母屋は、から結構ちょっと離れてるところでね、音の害がここだとない。そして、土のね、壁に囲わせることで、ブロワーから出ている電磁波も防ぐことができています。そしてそこに近づくっていうのはまたこれちょっと嫌だなと思うんだけど、この充電のためにね。とはいえね、
まあ、この時だけですからね。あ、ちなみにこれはですね、何やってるかっていうと鳥よけです。鳥がね、この中で巣を作ろうとしてたのでちょっとペラペラしてるんですけど、これアルカリイオン水のこのまん丸い青い丸が2つここにあるんですけど、こっち大きくてちっちゃいやつね。これって目に見えません？あの鳥って目怖がるでしょう。だからなんか鳥よけのためのなんかね、 CD とかよく垂らしてる人とかもいますけど、これはちょっとした工夫です。うちにあるもので鳥よけで、ここね、気持ち悪い音すんなと思ってれば、そうか、まあ、ちょっとおつもがい、まだ私はダメかもしれない。気持ち悪いですね、開けたりして。ひとまずあれ、これちょっと、あ、なんか私撮影きついな、これ自分一人でやるの。あの、なんかこんな風になってます。で、コンセントを差しますね。うっ、いやー、なんか外いろんな音がしててやだなー。あー、でもここ台がないじゃない。やっぱあれ、レンガで台を置いとくっていう話だったんじゃなかったっけ。わー、キモい。とにかく気持ち悪い、音気持ち悪い。どうさせばいいの。なんかやでも、なんか全然充電されてんのかわかんないね。光らない。これで合ってんのか、そもそも。差し口間違っとる？こっちじゃないや。間違った、こっちだ。延長コードに刺すんだった。そうそう、延長コードに刺すのでした。今、あ、気持ち悪い。こんな風になってまーす。さっさと離れよう。これ今赤いランプがついてるから、これなんか緑かなんかに変わるまで置いてくんのかな。ダメだ、耐えらない、耐えられない。あの、そういえば昨日ここでタヌキがなんかガタガタやってたな。土を掘ってたね。ボコボコになってるね。うわきついや、きついや、すげえきついや。なんかすごいバイクの音もするんだよね。いや、きついや。今日日曜日なんです。ゴールデンウィーク前の1週間。うわ、昨日からきついんだけど。いや、なんか、うわー、ブロアやばかった。一応ね、ここにいればあの音も大丈夫なんだけど、外のバイクの音とかもあって、なんかダメだこりゃ。私今きつくてたまらないですね。撮影しな、撮影するのに試みたから、ね、ちょっと長時間、私にとってはかなり長い時間、あのブロワーの気持ち悪い音のところにいました。取り外すときはもうさっとね、取ってくるような感じにしたいと思います。あんだけね、ちょっとブロワーのね、あの小屋の前で少し喋ることができたのだから、コンセントをこう抜き差しするぐらいのね、ちょっとした本当時間だったらなんとか耐えられるかもしれない。はあ、しかし久々でした、この気持ち悪さ。充電式の乾電池を浄化槽のブロワーの電源のところにつないぎまして、そろそろもう充電できたかなと思って取りに行く前に、その浄化槽の電源をまず切ろうと思います。さっきね、充電するためにそのまま通電されたところに行ってしまって相当気持ち悪かったので、先に切ればいいということに気づきました。これ水、井戸ポンプと浄化槽のブレーカーです。外にあるメーターですけれども、これを一旦切る。一旦切って、ほう、楽
になったよ。この場所も結構きついんですよね、私来るのに。電源が入ってるとね。で、浄化槽のブロワーは今動いていないはずなので、これで音の害を受けることなく取りに行くことができる。そう、しかし今夕方ね、何時ぐらい、3時は過ぎてるな、まあ、4時近い、あ、もう5時近かったりするかも。そうするとな、また夕方はね、夕方で音がうるさいんですよ、外の交通の音がね。さあ開けてみます。まあでも電源、先にブレーカー落としてきちゃったので充電されてるかどうかのチェックができないですね。メーター、ね、充電されていればここがね、赤だったのが青になってるはずなんですよね。でもここで確認することができないので、一旦お家に持ってく、お家の中に入れて、で確認のために一回ブレーカーを上げて他のコンセントを挿してみようかなと思います。あ、でこれを戻して、いやー、やっぱ直置きやばいね。ちょっとほこりかぶってるしね。なんか今日ね、雨降りそうな曇り空だったので、ちょっと今日は本当は放置しておこうかなと思ったんですけどね、一日。しかし雨降ってしまうと、せっかくのこれが壊れてしまいそうだからやめました。はい、そして一応ね、浄化槽のブレーカーじゃん、浄化槽のブロワーっていうのは常に回しっぱなしじゃない方がいいという説もあるんですが、まあ一応私はその方、それをね、支持したいんですけどね。だってその電磁波の害も受けずに済むし、音の害も受けずに済むわけだからね。それに本当のエコでしょ、省エネでしょ、ずっとつけてない方が、しかも過罰期という状況にならずに済むということなので、あれです、菌がね、空気が多すぎて死んでいってしまうというような、なんだ、現象が起きないという話なんですよ。まあとはいえ、一応これでまた電源を入れ直しておきますよ。よいしょ。今日はもう水をね、止めたので、このまま水の方は切っておくっていうのもありですね。それでここにしとこう。まあ今もう暖かくなってきたから水もね、電源切んないで、水抜きもしないで大丈夫なぐらいの気温になってきています。まあ念のため水抜きしています。だって水道管に水が入ってないんだから破裂のしようがないでしょ、どんな天候であれね。それにもし亀裂が入ったとしても水が入ってなければ漏れることもないしね。なんか地震が起きて亀裂が入っちゃうとかね、あるかもしれない。だって地震結構あるんだもん意外にね。とはいえね、群馬よりは全然ないんでね、過ごしやすいです。ということで、これちょっと落ち開けて、もう一回止めますよ、ビデオ。開けられないのでね、ドア。はい、お家のブレーカーです。これが2回洗面所の大母屋の方のです。こっちのね、分電盤いっぱいあって、これはすごくいいですね。必要な部分だけオンできるからね。でこれ元電源入れます。ブレーカー上げて、で、セットしました。はい、ここの洗濯機の今ブレーカーを上げて、そこに、繋いだんですけど、はい、まだ赤いね。何時間充電したのでしょうかし、
4時間か、そこらはもう充電してるんだけど、まだ赤いね。やっぱ一番最初使い始めは、フル充電するのに時間かかりますね。うむ。ああ、しかしここで電源つけてるのもきついので、はい。まあ、様子がわかりましたから、これでもうまたブレーカー、ブレーカーを切ります。やっぱりね、電源入れると妙な息切れ動機といいますかね、やっぱちょっと影響がね、体にまだあるんですね。私体力ないですね。今までこんな平気でね、ブレーカーがあって、ガッているお家にいたんだけど、一回ドーンとこうアレルギー的にね、出てきてしまうと、こんなに治りと言いますかね、大変なことになるんだなっていうのは本当身に染みて、感じてます。